中山裕也君。こんにちは。こんにちは。改革クラブ中山裕也でございます。まずをもって市民の皆様の負託を受けまして、3月定例会に引き続き、今回も質問の場に立てたことを関係各位に深く感謝申し上げます。先ほど女子サッカーなでしこ軍団も2対1でオランダを下し、すがすがしい気分で質問させていただくことができます。今回の一般質問では、観光施策について2点、情報施策について1点、いずれも未来志向で本市の方針、方向性について質問させていただきます。早速ですが、通告に従い、質問に入らせていただきます。執行部におかれましては、簡潔明瞭な答弁をお願いいたします。どうぞよろしくお願いいたします。まずは大項目の1点目の質問でございます。八代全国花火競技大会におきましては、去る4月20日に実行委員会総会が開催されまして、第28回大会の日程が10月17日と決定し、予算も可決されたようでございます。昨年の12月定例会では、大会の総括、並びに課題、そして方針について答弁いただきました。総会を終わられ、本年度の事業計画、予算につきましても承認されたことと思いますので、ここで改めて本年度の大会について本市の対応状況をお尋ねいたします。また新市誕生10周年記念として開催されるということですので、この内容について質問いたします。以上、壇上での質問は終わり、再質問以降は発言席にて行わせていただきます。どうぞよろしくお願い申し上げます。池田経済文化交流部長。こんにちは。こんにちは。議員ご質問の八代全国花火競技大会についてお答えいたします。27回目となりました平成26年度の花火競技大会は、ナイアガラ花火をオープニングとし、総数約1万2000発の花火でございました。大会当日は晴天に恵まれ、花火大会に合わせて寄港したクルーズ客船コスタ・アトランチカ号にて訪れた中国人観覧者853名を迎えるなど、約30万人のお客様にお楽しみいただいたところでございます。そのような中、花火競技大会開催に伴う問題点、課題についてでございますが、昨年度においては花火競技大会の開始時刻が遅れたことによる終了時刻の遅延、会場周辺の末広公園や日本製紙周辺などの路上駐車が多かったこと、打ち上げ現場における火災、経費増加による財源確保の必要性、物産会場のにぎわい喪失とツアーバス利用客の落ち込みなどが挙げられます。これらの問題点、課題解決のための方策といたしましては、まず開始時刻の遅れ等が生じた場合に備え、ショートバージョンのシナリオを準備し対応したいと考えております。また路上駐車渋滞対策といたしましては、周辺地域でこれまでに路上駐車が発生した箇所の検証を行い、その周辺地域の
安全性の確保や渋滞対策のため警察との協議を重ね、看板等での周知、警備員等の配置、FM やしろと連携して駐車場の空き状況の情報提供を行うことなどを計画しております。次に打ち上げ現場の火災対策といたしましては、打ち上げ現場の整地範囲の拡大と、これまでは消防車両が進入できなかった打ち上げ現場最深部まで進入できるよう通路の確保を行いたいと思います。また火災予防条例の一部改正に伴う指定催しとして全国花火競技大会が指定を受けております。この指定は平成25年に福知山花火大会での火災により多数の死傷者が発生したことを踏まえ、特に規模の大きい催しは指定催しとして指定され、主催者による火災予防上必要な業務に関する計画書の提出が必要となるものでございます。このようにこの指定を受けたことにより、これまで以上に会場内の露天商物産展での火災予防等の安全対策が求められておりますので、その対策を徹底してまいりたいと思います。このように交通問題安全対策に対しましては、さらに検証を重ね、警察消防をはじめ関係する各機関団体からのご意見も伺いながら、できる限りの万全の体制を築いてまいりたいと思います。次に経費増加に伴う財源確保策といたしまして、これまで以上に集客が期待できるスーパーエキサイトシートの新設とニュースタジアムシートの増設をする予定であります。このスーパーサイトシートは、これまで最前列であったエキサイトシートよりさらに最大30メートル打ち上げ現場に近い場所に1500席、またニュースタジアムシートはこれまでのスタジアムシートを特にご年配の方からご要望の強かった1席に変更し、その増席と料金の見直しを予定いたしております。これらの有料観覧席の新設増設により、財源確保と合わせて大会有料観覧席の充実につなげていきたいと考えております。また会場内のにぎわい創出と昨年度落ち込んだツアーバスについてですが、昨年度のツアー参加企業数77社、バスの台数215台、乗客7854人でいずれも前年度を下回っております。この要因としましては、長崎国体の開催期間と重なりバスの手配ができなかったことなどが考えられます。またツアーバスについては、平成24年に発生しました関越道高速ツアーバス事故にて浮き彫りとなりました貸切バス市場の問題を改善すべく、昨年一般貸切旅客自動車運送事業の運賃料金制度についての見直しに伴い、ツアーバス運賃の高騰がございます。今後はツアーバスの回復を目指し、これまでの参加事業者への丁寧なアプローチや PR、 会場内のにぎわいづくりを行い、これからも継続的にご来場いただける環境を整えてまいりたいと考えております。次に新市誕生10周年記念に伴う大会内容の確認と PR の充実についてお答えいたします。まず会場レイアウト変更に伴い、先ほどご説明いたしました迫力ある花火を身近に快適に観覧できるスーパーエキサイトシート、ニュースタジアムシートの有料観覧席設置のほかに、これまで会場で観覧されたことのない市民の皆様も多いことから、地元の花火の素晴らしさを感じていただくために市民招待席を新設し、ペア50組100名をご招待する予定でございます。これにより多くの市民の皆様が実際に会場で観覧し、間近で見る花火の迫力、会場の熱気、大会の素晴らしさに気づき、この花火大会の価値を市民の皆様自らが広めていってくれることを期待いたしております。次に県内旅館組合等への特別優待席50名の宿泊を確保し、
県内各地からの誘客増を図るとともに、本市にふるさと納税された方に対しての謝礼品として特別観覧席の提供を検討するなど、会場レイアウトの充実を図ってまいりたいと考えております。次に、これまでの大会冊子のページ数を増やし、県内地域観光振興のための紙面や物産展会場で利用できるクーポンを組み込むなど、内容の充実を考えております。また本来の競技花火、余興花火とともにグレードアップすることにより、さらに盛り上がりのある大会になるよう計画いたしております。最後に、 PR の充実につきましては、これまで行っておりますポスター掲示、チラシの配布やよかとこ宣伝隊によるエージェントへのツアーバス募集等の案内に加え、各種パブリシティの活用強化、各イベントとタイアップしての告知、チケット販売所であるローソンの九州内1200店舗に今回新たに広報チラシ設置を予定するなど、積極的かつ効果的なPR に取り組んでまいりたいと考えております。以上、お答えといたします。議長、中山雄也君。はい、詳細なご答弁ありがとうございました。開始時刻の遅延や、火災対策に関しましては、安全第一に徹していただきまして、臨機応変に対応いただきたいというところでございます。特に火災予防条例の指定催しと、指定されたことから、新たな火災予防対策が必要ということになっておりますので、消防など関係機関との連携をさらに高め、安全に寄与するということで、ございました。また財源確保、にぎわい創出に関しては細かい点の工夫をされるということでございまして、目玉として市民招待席をはじめ県内旅館組合等に向けた団体優待席50席を10区画用意されているということでございますが、まあ、ぜひともですね、一般団体へのですね、販売を検討していただきたいというところでございます。予算面では昨年と比較しますと花火費が大幅に改善されているようでございます。12月議会におきましては、花火の火薬代などの高騰によりまして、原価上昇による花火競技実施業者の赤字体質、この改善に向けまして本年の対応をお願いしておりましたところでございます。再質問では、花火競技大会の花火等にかかる経費についてお尋ねをいたします。池田経済文化交流部長。はい、実績から失礼いたします。議員ご質問の花火競技大会の花火等にかかる経費の支出についてお答えいたします。花火にかかる経費の支出についてでございますが、主に輸入に頼っている火薬の価格高騰の現状があり、花火の原材料費が高騰しております。そのようなことから、余興花火、ミュージック花火の花火費の拡充を行うとともに、競技大会としての支出と花火業者の競技意欲向上を図るために、優勝入賞賞金の拡充も合わせて行いたいと考えております。また花火現場では、競技以外の作業に対して配慮が不足しているとの声も聞いておりますので、打ち上げ現場等の花火師さんはじめ皆さんへのねぎらいとおもてなしの充実を図っていきたいと思います。今後、九州唯一の花火競技大会としてふさわしく、ご来場いただくたくさんのお客様に対するおもてなしの充実はもちろん、参加していただく花火師さんたちのモチベーションの維持、ぜひまた来年も社の大会に出たいと思っていただくなど、大会当日前後においても社を満喫していただけるようなきめ細かな配慮を行ってまいりたいと思います。また当然ながら、競技大会としての
花火レベルの向上が図られ、観客の目を魅了し続け、この全国花火競技大会が魅力あるイベントとして持続していけるよう、花火人にかかる経費についても、その時々の状況を勘案し、予算の執行してまいりたいと考えております。以上、お答えといたします。中山裕也君。はい、ありがとうございます。しっかりと対応していただいたようでございます。本年28回目の開催となりまして、花火師さんとともに成長してきた九州で指折りの花火大会でございます。本年も大会が無事に開催できるということに安堵しております。国内最高レベルの花火師が披露するミュージック花火では一個一個が電気点火ということでございまして、きめ細かいタイミングをすべてコンピューター制御で点火されるため、大変な設備投資を要されているということでございます。長く続く大会にするためにもですね、無理な負担などがですね、集中しないようにですね、主催者としてコンセンサスを取っていっていただく必要があります。ボタンの掛け違いが取り返しのないつかない事態を招いてしまうことにならないよう、いつでも会話のできるそういう関係をですね、築いていただきたいというふうに思います。今回予算面での、情勢のですね、変化に対応していただいたということでございまして、感謝いたしたいというふうに思います。花火師さんの方々がですね、いいモチベーションでですね、来ていただきましてですね、またぜひ夜の社にですね、いただいた商品をおそらくすべて還元してくれるんだろうなというふうに期待をしておりますので、ぜひまた、素晴らしい花火を鑑賞いたしまして、今年も皆さんが来てよかったなと思えるような大会になりますように、記念いたしまして次の項に移らせていただきます。以上、中山裕也君。はい。昨今のマスコミなどの報道におきまして、クルーズ船寄港がですね、かなり注目されておるところでございます。皆さんご存知の通り、熊本県の窓口として八代港が注目され、工業港としての利用以外に観光港としても認識されつつございまして、多くの市民がその可能性に期待を抱いているのではないかというふうに推測いたします。おとといは八代港におけるクルーズ船おもてなし勉強会と称しまして、その取り組みについての講演もあったというふうに聞いております。この機会に市内の観光振興に注力することが必要とも思いますし、地域創生の一助と十分なるというふうに思っております。中でも6月29日7月6日の寄港に関しましては、市内のシャトルバスによる観光を初めて開催されるということでございます。そこで大項目の2点目につきましては、この寄港の経緯及びその概要についてお尋ねをいたします。池田経済文化交流部長。議員ご質問のクルーズ乗船客の本市内への誘導についてお答えいたします。まず今年の八代港へのクルーズ客船の寄港予定数ですが、昨年の4回から大幅に増え11回が予定されております。本市では八代港へのクルーズ客船の寄港により多数の乗船客並びに乗組員の方々が八代市を訪問され、観光や買い物などの消費活動を行っていただくことを目的に、これまでその誘致活動を進めてまいりました。具体的には旅行代理店等へ八代市内の観光施設を紹介し、バスツアーに組み込んでもらう取り組みや、埠頭での物産展の開催、さらには
客船にそのまま残られる乗組員の方々を対象とした無料シャトルバスによる本町アーケード街頭への誘導など市内での観光や買い物につなげる取り組みを実施しております。また議員お尋ねの6月29日並びに7月6日両日の寄港についてこの準備のために旅行代理店と情報交換を行ったところ、それぞれの乗船客の中に約350名と約430名の方々がバスツアーに申し込まれていない、いわゆるフリーのお客様がおられることが分かりました。市ではこれをチャンスと捉え、従前からの乗組員用無料シャトルバスに加え、バスツアーを申し込まれていない乗船客のために新たな無料シャトルバスを追加配備し、日名具温泉街や本町アーケード街など市内の観光地や商店街等へ誘導し、市内地域の経済効果につなげていきたいと考えております。以上お答えといたします。中山裕也君。はい、ありがとうございました。6月11日の報道では、条件を満たせば日没後の出航が可能となり、滞在時間が長くなるということでございまして、市内観光を入れ込みへの可能性が十分期待されるということでございます。答弁では今月6月29日は約350名、7月6日は約430名の台湾の方々の市内観光を受け入れるという初めての試みをされるということでございます。市として十分な配慮が必要ということでございます。ただ入港が直前に迫ってきておりまして、受け入れ準備の状況などですね、心配しているというところでございます。中心市街地では商工会議所等のですね、連携がですね、非常にあるということでございまして、外国の方々の対応につきまして、会議等をですね、よく開催されているということでございます。ポップ等ですね、そういうですね、作成もですね、今作成中ということでございましてですね、受け入れ準備がですね、非常に進んでいるというような感を受けました。まあ、ただですね、日名郡のですね、商店街におきましてはですね、事前の話がですね、ほとんどなくてですね、受け入れのですね、意向を受けたんですけどですね、現在大変困惑されているという声をですね、耳にする場面が多くございます。そこで再質問といたしまして、クルーズ客船の乗客を迎える受け入れ体制についてお伺いいたします。池田経済文化交流部長。はい、議員ご質問のクルーズ客船における受け入れ体制についてお答えいたします。本市においてはこれまで外国籍大型クルーズ船の受け入れ実績が少ないため、早急に官民一体となった乗客の受け入れ体制の確立が求められております。まずは先進地方の事例を研究し、クルーズ船乗客の受け入れの際における地元のおもてなしの内容やそのノウハウについて情報を共有し実践することが重要であると考えております。さて、早速来週の6月29日と7月6日にはボイジャーオブザシーズが台湾から寄港する予定となっております。これらの乗客を無料シャトルバスにて八代港からイオンショッピングセンター、商品券本町アーケード商店街、八代城跡をめぐるコースと夢タウン、日
日名郡温泉街をめぐるコースを設定し、社の観光名所と買い物を楽しんでもらおうと計画いたしております。この際の市の対応としましては、中国語の通訳を商品券、社城跡、日名郡夢倉庫に2名ずつ配置するとともに、中国語版の日名郡温泉街街歩きマップを作成配布するなど、観光案内の充実を図ることとしております。また民間事業者におかれましては、本町アーケード商店街のガラッパ広場での外国人向け特設ブースの設置や、商店街の各店舗における独自のおもてなし、日名郡温泉街におかれましては日名郡温泉旅館組合での立ち寄り湯や食事の対応ができるよう準備がなされているようでございます。その他現在行っている受け入れ準備としましては、市においては関係者との連携や、県が開催する社港におけるクルーズ船おもてなし勉強会への出席、クルーズ船が社港に寄港するときに乗客の皆さんを歓迎していただくクルーズサポーターを募集しているところでございます。民間事業者におかれましては、大型クルーズ船寄港の内容や受け入れ体制などを議題とした自主的な勉強会の開催が行われているところでございます。今後市としましては、訪れた外国人観光客にとって快適に観光できる環境づくりとして、観光施設等における日本語、英語、中国語、韓国語で表記した観光案内板の設置、本町アーケード商店街や観光施設において無料でインターネットが接続できる Wi-Fi の設置を準備しているところでございます。また早急に関係者とさらに密度の濃い勉強会等を実施し、乗船客の国民性やニーズを把握するとともに、来訪者に対する笑顔での対応、ジェスチャー技法の習得、ネット環境整備など、乗客とのコミュニケーションツールの充実、観光ガイド、ボランティア通訳の充実、県内市町村との連携など、可能な限り官民一体となったおもてなしを行っていきたいと考えております。さらにクルーズ客船の乗客の観光ルートについて、ツアー企画業者から寄港直前にしか情報が得られない場合があることから、積極的なアプローチをし、受け入れ体制に役立つ情報の収集を行っていきたいと考えております。以上お答えといたします。中山裕也君。はい、ありがとうございました。準備においてですが、本町コースにつきましては、前述した通り、前述べました通り、あまり心配はしておりません。ただですね、心配なのはですね、日名郡コースでございまして、観光が、まあ、決まっていると、シャトルバスの運行が決まっているということはいいのですが、受け入れる町はですね、何をしていいのか、まあ、あまりに唐突でですね、受け入れ体制がですね、ほとんどできていないというような状況でございまして、まあ、看板案内など外国語への対応がですね、ほとんどなくてですね、困惑しているという状況でですね、まあ、通訳などですね、人材の不足、またはですね、Wi-Fi のですね、設置等もですね、まあ、ほとんどないと。まあ、通訳に関しましてはですね、2名ほど配置をされるということは確認はしているんですが、まあ、受け入れ本当に大丈夫だろうかと、観光客に来ていただいたはいいですけど、がっかりされてですね、二度と来ないと言われてはですね、というふうに思いまして、まあ、心配の種はですね、尽きないことでございます。現在はですね、気づいたところから準備をされているというような状況だというふうに聞いております。そもそも台湾の方々はですね、何を求めて、この日本にやってくるのか、まあ、そこがですね、よくわからないと、執行部におかれましてはですね、もう少しですね、真剣かつ丁寧にですね、対応していただきたいというふうに思います。
私なりに調べたところでは、日本に来る方のほとんどはですね、日本の文化を求めて来られるということでございまして、まあ、例えますと着物、また茶道、料理、神社仏閣などのですね、まあ、建築物等ですね、まあ、日本らしさ、これをですね、目当てにですね、来られるということでございまして、まあ、体験型の観光を好まれるということで、ございました。また裸で、共同浴場に入る習慣がですね、なくてですね、温泉は向こうの方は水着で入られるというようなことで、聞いております。日本の温泉の入浴に関する習慣とですね、随分勝手が違うようでございます。まあ、八代市内に、台湾の出身の方もですね、いらっしゃるようですので、客側のですね、ニーズをですね、リサーチされて、早急にですね、しっかりとした対応をですね、強く要望したいというふうに思います。また、答弁の中にクルーズサポーターとございましたので、内容を確認させていただきました。まあ、3種類あるようでございまして、まあ、1つはお見送りサポーター、出航時にみんなでお見送りをするということでございます。2つ目に、通訳サポーター、これはもう観光地での通訳をされるということでございます。3つ目にパフォーマンスサポーターということでございまして、まあ、入港出港セレモニーで、修学館の雅太鼓とともに、パフォーマンスをされてですね、その時にマーチング演奏または、伝統芸能演舞ですねということをされるということでございまして、まあ、募集されているということでございます。この3つのサポーターで、もてなしてですね、気持ちよく帰っていただこうと、非常に、良いことだというふうに思います。ただですね、この通訳、2番目の通訳とですね、3番目のパフォーマンスサポーターですね、こちらの方がですね、もう全く謝礼がないということで、ございます。経費はですね、自己負担ということで、変えてございました。全くのボランティアでですね、さらには、登録者多数の場合は、客船寄港の都度事務局で選定しますと、本当にこうなんかあんまり上の目線で言われるような感じがしましてですね、まあ、ぜひそこら辺の文言はですね、考えていただきたいなというふうに思います。答弁は求めませんがですね、せめてですね、お礼に、まあ、例えば飲み物とかですね、例えば弁当とかですね、そのくらいぐらいはですね、出してですね、労をねぎらっていただきたいなというふうに個人的に思いましたので、こちらの方は検討をですね、お願いしたいというふうに思います。市長、全体的にですね、全般的にクルーズ事業をですね、俯瞰してみますと、まあ、なかなか細かいところまで手が届いていないように感じます。日頃は経費削減に努められておられるというふうに思いますけど、まあ、人材不足がですね、露呈しているんじゃないかなというふうに思った次第でございました。まあ、急な事業の拡充がですね、拡充に迫られておるというような状況ですのでですね、こちらの人員に対してのですね、対処の方もですね、ぜひお願いいたしましてですね、次の項に移らせていただきたいというふうに思います。以上。中山雄平君。はい。ここ数年ですね、まあ、様々な場面で、まあ、先日もございましたけど、まあ、ICT という ICT の推進ということがですね、取り沙汰されておりますけど、政府の総務省作成のですね、情報通信白書によりますとですね、地域の価値を生み出すキーワードとしてビッグデータという単語がですね、多用されております。高度情報化社会におきましては、無数のデータが追加蓄積され、情報のインフラ化が進んでおります。インターネット人口普及率は 82.8% に達してまして、最近のスマホタブレットの端末の普及により、手軽に、そして誰もが情報を活用できる、そのような時代に突入しております。
おそらくほとんどの方が、この恩恵にですね、あやがっているというふうに思っております。一連の流れを簡単に説明させていただきますと、まずは情報、まあ、これデータですねを蓄積する、そして分析し、取捨選択する。次にですね、これを集めて全体のビッグデータとしまして、活用するということで住みやすい街となる、まあ、最終的には人が集い地域の活性化となり、内閣府のいうですね、町人仕事創生本部ではですね、地方創生につながるのではないかということで、提唱されております。分かりやすいようにですね、各産業にですね、ちょっと例えて、考えてみたいというふうに思うんですけど、まず農業ですね、農業の耕作地点での天候や気象データ、予想ですね、これでですね、生育状態を把握しまして、農薬肥料のですね、調整を行い、収穫量のアップまたは適する作物の選択を行うということでございます。まあ、水産業におきましては、人工衛星を用いまして海温、海流など漁場のデータを分析し、魚の存在する海域を予測するということで、漁獲量のアップや燃料費の削減に寄与するということでございます。製造業では製造部品の状態をデータ化して管理し、不良品の減少につなげ、まあ、ゆくゆくは能力や精度の向上を図ることができると。バス運送業では GPS の位置、時刻情報または車速センサーによって乗車人員データを分析し、運行の正確性や適正化を図ることができる。まあ、観光につきましては、GPS の、先ほども同じように GPS の位置、時刻情報によって入れ込み客の滞在時間または客層を分析し、効果的な集客観光につなげることができると。まあ、思いつくだけでですね、地域発展がですね、結構あるんだなというふうに思いました。夢物語のように聞こえますが、2012年時点でのですね、全産業全体の経済効果は 60.9 兆円とされまして、2010年からの10年間で世界のデータ量は40倍に増えると、10年間で今の40倍に増えるということで、試算がされております。ここ数年で本市もぜひですね、ビッグデータの活用について、まあ、必ず検討する時期が来ると確信しておりますので、まあ、ぜひ検討をお願いしたいというふうに思います。そこでですね、大項目3点目、ビッグデータの活用、利活用につきまして、ビッグデータの利活用により期待される効果、それと本市の取り組みの状況についてお尋ねいたします。福永企画振興部長。こんにちは。こんにちは。議員お尋ねのビッグデータの利活用についてお答えします。まずビッグデータと申しますのは、議員ご案内のとおり、インターネットや IT 技術の進化、スマートフォンの普及、さらには SNS の利用者の増加などにより、インターネット上に蓄積されたさまざまな形式の膨大な情報のことでございます。例えば1日に数十億件とも言われるインターネット検索エンジンのキーワード情報、携帯電話の通話位置情報、カーナビの GPS 情報などがその代表的なものです。このビッグデータは従来処理することが困難でしたが、近年の技術の進歩により高速に分析処理できるようになりました。このことにより、これまで予想できなかった顧客の動向や思考などを比較的簡単に発見できるようになり、活用の可能性が急速に広がってきたところです。ビッグデータ利活用による期待される効果といたしましては、大量で多様なデータを複合的に分析し検証することで、
商品やサービスのニーズについて大まかな傾向を予見し、さらには新たな付加価値を創出することなどが第一に挙げられます。総務省の情報通信白書によりますと、ビッグデータにより創出される付加価値は10兆円規模とも推計されております。ビッグデータの活用について具体的にいくつか例を挙げますと、農業においては先ほどおっしゃられたとおり、温度や湿度の気象データ、栽培や育成の状況、市場での販売状況などの情報を分析することで最適な栽培計画を立案し、収穫や販売の予測を行うことが可能となっております。すでにいくつかの企業がこの農業経営を支援するシステムを開発し提供しており、担い手不足や生産者の高齢化といった問題の解決、さらには加工流通販売まで行う6次産業化への有効な手段として注目されております。次に行政における動向としましては、国では地方創生の一環として自治体向けビッグデータ分析サービスである地域経済分析システムを今年4月に稼働させています。このシステムには各自治体における経済活動のほか、人の滞在や移動状況などを分析し目に見える形で提供する機能などがあり、このシステムを各自治体が総合戦略などを策定する際に活用するよう呼びかけています。その他各省庁もそれぞれの分野でビッグデータの活用についての調査研究を進めている状況です。また地方自治体における先進的取り組み事例では、千葉市、福岡市、武雄市、奈良市など6団体がビッグデータ、オープンデータ活用推進協議会を立ち上げ、具体的活用策について検討を開始されています。本市におきましては、こういった民間や国などの先進的取り組みの状況を注視しながら、住民ニーズの把握、インフラ整備、健康福祉、観光、農林水産業の振興などさまざまな分野でのビッグデータの利活用の検討を進めてまいりたいと思います。以上、お答えといたします。中山由比也君。はい、ありがとうございました。本市におきましてはですね、事実上まだ検討の項目にも入っていないということでございましてですね、非常に残念な、返答をいただいておりました。本市はですね、平成10年にホームページを開設して以来、平成15年には当時、Facebook や Twitter などですね、まだ無名であった時代に SNS を開始し、2006年には情報化部門の地域づくり総務大臣表彰に与するなど、先進地として注目を集めていた、そういう地域でございます。このシステムもですね、現在は老朽化を迎えておりまして、新システムへリニューアルに向けて業者選定の最中ということでございます。新システムの導入がされる際にはですね、ぜひともこのビッグデータの活用に向けた協議をお願いしたいというふうに要望いたします。具体的には民間へデータの供給を進んで行いまして、活用に向けて促すということが必要でございます。このことをデータの民間活用、すなわち自治体のオープンデータ、先ほど出てきましたが、このことをオープンデータというふうに呼びます。このオープンデータを推進することによりまして、1、行政の透明性、信頼性が向上する。2、市民だけでなく国民の参加も促し、経済の活性化が起こる。3、官民が協働し行政の効率化に寄与できる。ということで、つまり、市民、行政、経済ですね、その三位がですね、一体となって地域創生へ進むべきものかなというふうに考えております。
実は2013年 G8 サミットでの首脳宣言の中にオープンデータの推進が掲げられておりまして、その方向性を示しております。この首脳宣言ではオープンデータを情報時代の不可欠な資源というふうに位置づけまして、その活用は市民生活の向上、技術革新、経済成長、雇用の創出につながるというふうに期待をしております。また情報は機械判断もとい機械判読が可能で、アクセスしやすく無償で再利用できるようにし、さらにその内容や意味を分かりやすく説明するということで、つまりは民間企業や非政府組織に新たな活力をもたらすということでございます。実例を挙げさせていただきますと、先進市といわれる福井県の鯖江市、こちらではオープンデータをもうすでに提供されておりまして、スマホやタブレットで使えるアプリケーションですね、ソフトウェアということでございます。通常アプリというふうに呼びますけど、このコンテストをされております。それで作られた数点を紹介させていただきます。ちなみにこのコンテストなんですけど、基本的には無料で開催をされているということでございまして、例えば緊急時の避難場所の位置を教えてくれるアプリ、または AED の設置場所を示してくれるアプリ、さらに消火栓の位置を示してくれるアプリ、観光情報を提供してくれるアプリ、バスの路線図、時刻表、運行状況を確認できるアプリ、その他さまざまな公共サービスの提供についてですね、市民の方からの発信といいますか、市民の方がそのアプリを作成してくれるということで、知らぬうちに、誰ぞやが工夫しまして、そのアプリを作ってくれ、またそれを生かす市民がまた存在すると、非常に素晴らしい試みで、ございまして、聞いていますとですね、非常にワクワクしている、くるというふうな内容でございました。市長、来るべき、情報時代のビジョンを掲げましてですね、地域創生をです、語ることが実現の第一歩に当たるというふうに思っております。行政情報は誰のものか、誰に使うものかを念頭に置きましてですね、ビッグデータ、オープンデータの活用がですね、地域発展の一助となり、ひいてはですね、明るい豊かな八代市となります。そのことを記念いたしまして、以上でですね、今回の一般質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。